これ使い切ってもなくなる、そこがな、こんばんはって書いてある岡本彩香さんが、これもうなくなるのは今こうやって頑張ってなってるの。これがもうお気に入りすぎてこれ2本目今日買いました。めちゃくちゃいい色が。もう今これないの一生懸命塗ってる。もうないよ。新しいのはまあ明日から使えばいいかなって思ってあげてないです。キーがいい時に。新しいの買ったで、なんか違う色も買った。ルーブラウンも買った。目は今日はグレーかなって言われた。グレーじゃないです。自分の目です。自分の、うん、高い櫛使う。高い櫛はこういう全体を解くときに使うんですけど、やっぱこれはこう前髪に溶かすときはこれじゃないとダメ。高い櫛は使わないで。こんばんは。高いのって超音波でブルブルするやつ、うん、しない。二じゃないよのサムネイルがおかしいですよって言われた。ちょっと二じゃないよの YouTube 上げてないんで私には分からないです。毎日ブログ更新ありがとう。こちらこそありがとう、読んでくれて。年末まではとりあえず毎日更新します。タングルティーザーめっちゃ人気やん。タングルティーザー今どこ行ったかな。私のタングルティーザー今手元にはないですね。朝にちょっとプレイリストを書くっていうのが今年、とりあえず今年いっぱいのブログのネタ。タングルティーザーはめちゃくちゃ優秀だから使ってみて。女子ほんとサラサラになるから。私だからさっきも言ってたけど12周年の公演の時汗かいて帰ってきてこう溶かして出るってよくやってました。
25日公演行きます、楽しみ、イエーイ。すごいね、これでもクリスマスまでなのかな。感情電車いい歌ですね。めっちゃいい歌だよね。好きだからこそ聞けない、わからない未来のありか。咲いているあなたの肌に触れた時に泣いた。今が時かな。行ってみたい場所ありますか？行ってみたい場所なんだろう。北海道とか行きたい。海鮮食べたい、海鮮。あとやっぱ空港楽しいよね、北海道の空港。なんか雪降ってるよ、すごい。雪降ってる。もう今年はありがたいことに年末お忙しなので、とりあえず29日まで走り抜けたいと思います。今年はカウントダウン公演がないので、もう公演が終わったら多分公園で仕事納めなんですけど、忙しい。29まではそうなんです。31日はお家で多分ゆっくりしてると思います。ほんと久しく家にいなかったので、カウントダウンっていうか年越しのあれが、だから家で逆に何しようって感じだけど、家にいると思います。みんなもね、年末ゆっくりした方がいいですよ。仕事だね、だって。みんな好きなアーティストさんの年越しライブを見たりするんですね。
私は昨日も推しのグッズをポチってしまいました。です。新しいのが昨日出たんで買ってしまいました。まあ買うよね。で、多分来年生誕グッズが出るので買うよね。私の生誕グッズも多分出ると思うので、そんな何万も使ってないよ。なんか酔ってるって言われた。いや、さっきの配信わち真面目にやってたんですけど、やっぱこう一人になるとこうなるよね。酔ってはないです。ちなみにバナナジュース飲んでました。若干眠たいっていうあれはあるんですけど、酔ってはないです。眠たいです。朝起きてお仕事してお仕事して帰ってきて配信して配信してます。仕事です。そう、明日だから本当は何もなかったらあやちゃんとクリスマスパーティーする予定だったんですけど、ちょっと明日お仕事なのでできない。まあ、でも25日に会えるの楽しみにしたいと思います。あさっては公演、しあさっては収録、なんでいつもソファーの前から配信してんの。え、なんかさ、ソファーに座るよりここを背もたれにして配信した方が配信はしやすい。さっきさ、配信の裏でさ、凍える前にが BGM でかかってて、ずっとあの頭から離れない。凍える前にキスくらいちょうだい。こたつじゃないです。しかも全然こたつじゃない。リングライトは使ってないです。髪暗くしただけ、切ってない。髪は暗くしました。
すごい雪がめちゃくちゃ降ってる。これ雪は降らせてくれてるの？降らせてくれてるのかな、そういうあれ。ああ降らせてくれてる、ありがとう。雪がいっぱい降ってる、かわいい、ありがとう。木枯らしが吹いてどうしちゃう。これブラウン塗ってみたい。カラコンしてないってば。そんなカラコンっぽい今日。カラコンはしてないですよ、めったにしないですね、カラコンは。これ妹が持ってるの塗ったことあるんですけど、あ、なんかチョコレート食べたみたい、かわいい。え、黒目大きく感じるって。何、何もしてないよ、かわいい。なんかくしゃみ出そう。かわいい。可愛くない？チョコレートみたいで可愛い。どこのリップ？リカフラッシュ。ね、リップいい色だよね。なんか公園とかではつけづらいけど、こういう私服には合いそう。かわいい。可愛いですね。良かったですかって。リカフラッシュめっちゃいいよ。お気に入り。結構なんかロムアンドとかの韓国系のティントが流行ってるんですけど、今マスクでさ取れちゃうから、韓国系のなんかティントが流行ってるけど、リカフラッシュのリップティントめっちゃいい、大好き。それ怖いってめっちゃ書かれる、いつも。痛くないよ。45分くらいまでにしようかな。
しながら待っているのに、雪、雪が綺麗と笑うのは君がいい。クリスマス会の髪型何にしようかな。ツインテールかな。緊張しながら待っているのに。あ、すごい雪が降ってる。ミラーボール、また来た。また来た。かわいいな、雪。雪。ミラーボールと来るとポーズする決まりなんですよ。スクショタイムなんで。私の配信ではそういうルール。ずっとこう教えてても何も起きないでしょ。突然鼓動してごらんよ。うん、ありがとう。500円のスクショって言われた。スクショはいつでもしていいけど、こうミラーボール投げてくれた人に可愛いポーズをするっていうスクショタイム。いっぱい雪降ってくる。可愛い。めっちゃミラーボール。あ、そう、目キラキラ買ったの。ありがとう、気づいてくれて嬉しい。さっきもコメントしてくれてた。また雪が降ってきた。また雪が降ってきた。おすすめのクリスマスソング。クリスマスソングなんだろう。でもあれを K2 公演で歌ってからめちゃくちゃ好き。メリメリ
スマスサイレンナイあなたに会いたい。街のイルミネーションは光の花よ。予約したクリスマスも歌った。予約したクリスマス僕たちのロマンス。最近のクリスマスソング、最近の歌聞かないから分からんな。SKもシングルでクリスマスソング出してるし、シングルでクリスマスソング出してるし。でもやっぱクリスマスソングを歌うとクリスマスは歌えるけどクリスマス以外のところで歌えないからな。現実的、確かにいろんなところで歌えた方がいいじゃん。12月のとかは冬はよく歌うけど、クリスマスソングじゃないけど冬ソングとしてはもう最高じゃない？12月のカンガルーは。何も言わなくたって、あとスタンドバイユーとか寒い日に聴きたくなんない？何回も通っているのに今まで気づかなかった。恋人はそばにいる今はまだ友達でも。クマもらえるキャンペーンってどうやったらクマもらえんの？何も言わなくたって、あ、なんか降ってきた。なんだこれ、かわいい。あ、こっちなのか、逆なのか。プレゼント1000個集める。面白い。あれみたい、つむつむみたい。つむつむやってる最近。あ、やってる人いる。そう、プレゼントつむつむでも集めても。私もでも思い立った時にやるから全然やってないんだけど、今クリスマスのゲームやってた。3つずつもらえるやつすごいやってますね。
もうこれ配信終わったらお風呂入って寝ます。寝るもん、眠たいもん、眠たい。テレビはあんま見ないんですよ。眠たいのに配信ありがとうって優しい。いいよ、いいんだよ。歌番組はたまに見る。AKB 出てたりしたら見る。 AKB の曲好きだから。 YouTube は見ます。かわいいかわいい。一人役してたのは青春高校。ニットはこれ去年のです。あと5分ね、あと5分。明日は忙しい。ほんと多分みんなが思ってる100倍ぐらい眠たいです。急に。めちゃくちゃ眠たい。それはもうすでに寝てるだって。
優しい。みんなが早く寝てねって。優しい。早く寝ます。ということで皆さんありがとうございました。